ちょっと塗料販売店から塗装機、なんかもう部品がなくて古くてもう修理不可能っていうことで、ちょっと社長がもらってきてものすごい古い塗装機なんですけど、試しにオークション出してみたら全然ダメでした。で、このホースも一式セットだったんですけど、全然売れませんでしたってことで、試しに このホース外して オークションに出したら 3000円で売れました。 これ4000円ぐらいまで下げたんですけど、ダメで やめて、ホースだけで3000円、ホースだけで売ったら ジャンクしかも だから売り方ってあるんですね。だから売り方一つ変えると、あれですよね、結構その差額で、こっちはどうしよう、これ外して売ってみるか、ここのホース、吸い上げホースで、まずこれ梱包しちゃうか。この状態だと送料高いから、ギューって紐で縛って落っちめちゃいましょう。こんな感じで絞れば3辺の合計減りますからね。で、電化の宝刀、巻き段ボール、紙装甲、ここも、こんなもんでいいな。ここも、3辺の合計測るわ。140サイズで収まりましたね。160とっか。140でいいか。もう一回測ってみるか。160取ります。よし、総量調べてみるか。こんな感じで、見方を変えれば、オークションの出品の方法を変えれば、売れない商品も売れる場合もあるってことですよね。はい、以上。